チャンネルアジアをご覧の皆様、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジア新シリーズ、頑張る社長さん、第1回目、淡路島の宗製薬さんをダイジェスト版でご覧ください。ありました。それぞれ、いろいろやったわけです。これの違いは、そこがスパッと切れてます。でこれは整形上これで本当良くなって、実は押しやすさということでこういう形になったんですけど、副作用じゃなくて、いいサイドはどういうんですか、違う効果もありまして、これ立つという。その後少し価格が高いので、私どもが目指しているのは、環境の中の1割をですね、この商品にしたいと思ってるんですけども、まだまだそこまで行ってません。5% ぐらいかなと思ってます。実は環境っていうのは当然便秘のを解決するソリューションなんですけども、飲み薬、高楽さんとか、周辺面もあるんですけど、それから漢方、いろいろ種類があるんですけど、実は環境っていうのはその中で最も安全な薬なんです。 10g っていう量の、10g、20g って量の違いは若干ありますけども、実は6ヶ月から80歳まで使える薬なんで、同じ成分なんですね。こういう薬もね、ほとんどないです。ですから安全、それから吸収されないですから、副作用も非常に少ないっていうか、ほとんど考えられない。それからもう一つ早いんですね。普通の便秘薬ですと飲んで、おそらく夜飲んで朝出る、何時間か数十時間かかる場合もあります。とこれは3分、ラーメンじゃないですけど3分ですから、言い換えれば時間を決めれる、場所を決めれる、こんなですね便利な便秘薬はないんです。こんにちは、室谷克美です。今日は韓国の造船業界、造船重機といった方がいいかもしれません。いよいよ10億円の道にさまよい込みました、韓国のその協会についてお話ししたいと思います。実はこれもう造船重機だけの問題じゃありませんで、韓国の国策銀行の信用問題、つまり韓国そのものの財務リスクに直結した問題だと思います。去年の7月ですね、大宇造船海洋という会社に天下りいたしました。国策銀行から天下りした社長が、突如記者会見しまして、実は大赤字ですと発表したわけです。隠してきましたということ、これまでの社長たちが隠してきたとということで問題が起きたんですけれども、一体どのぐらい赤字があるのか、実はこれよく分かんないんです、いまだに。ただ一応最近明らかにされました、エクスポージャー、つまり危険にさらされた債権類の金額は、大宇造船海運が23兆ウォンだと言われております。15年7月には20兆ウォン、大体日本円にするときは10分の1にすれば大体いいんですけれども、1年でほぼ3兆ウォン増えているわけでございます。韓国のその経済規模といいますか、銀行の資産規模で見ますと、日本の三菱 UFJ 銀行、13年の数字なんですけども、総資産が269兆ウォン円あるそうです。韓国のトップの銀行はどこかと申しますと、新韓銀行というんですね。これ実は在日韓国人の投資家グループ、ほとんどがパチンコ屋さん、焼肉屋さんらしいんですけれども、彼らが設立した銀行が今韓国で、民間銀行でトップなんです。ただその資産規模は三菱のほぼ10分の1ぐらいと言っていいでしょう。産業銀行、
韓国の国策銀行トップです。この銀行の資産規模は12兆円、三菱の269という数字で比べますと国策銀行にしてとってもちっちゃいわけです。さらに、もっと小さな国策銀行で韓国輸出入銀行というのがございます。この韓国輸出入銀行が大造船海運に12兆ウォン貸し付けていると、いうわけでございます。韓国現代重工業、ここが約危険な債権17兆ウォン、現代重工業の子会社が別に9兆ウォン、それからサムソン重工業、これが14兆ウォン、中小の造船会社、中小の造船会社、韓国の場合すでに7割が破綻し しておりますけれども、生き残っていることになっております造船の危険債務を合わせますと70兆ウォンに達するというわけでございます。韓国の政府予算がほぼ400兆ウォンでございます。まあ、政府の予算と民間の負債を比較するのも筋としてはおかしいんですけども、どのぐらいの規模であるかということ、造船重機業界だけで国家予算の6分の1以上の不良債務を抱えているということです。ここで困ってしまうのは国策銀行でございます。2つの国策銀行大いに困っておりまして、どういうことをしているかと申しますと、正常債権であると言い続けているんです、造船に対する貸し付けを。なんでかと申しますと、これを不良債権とすると、引き当て金を大幅に積み増さなきゃいかんと、その金がないと。正常債権だとしておけば引き当て金を積む必要もないと、そうすれば、現状の BIS 基準をクリアできると、だから正常債権であると言ってるわけです。どうして正常債権なのかと追及されますと、大造船海運は毎月ちゃんと利子を支払っていると、実はそれ以上に融資してるわけです。だから自分で融資して、その一部を利息だと言って、取り立てて、それが入ってくるから正常だと言ってると。まあ、詐欺みたいな話だと思います。しかしそういうことをしてるわけです。これ大油造船海運に関する融資だけじゃなくて、全体の造船重機業界に対する70兆分の貸付金額、これがほとんど大部分が正常債権にと位置づけられているというんです。もうこれはこれを不良債権に位置づけ直しましたら、たちまち、破綻してしまうと、そういう状態に至っているわけでございます。それで、規模の小さな韓国輸出入銀行、2,3 年前でしたか、みずほ銀行から5億ドル借りていった銀行ですね。国策銀行が大嫌いな日本から、日本の民間銀行から5億ドル借りるなんて、まあおかしな話なんですけれども、まあ、そういう銀行です。この銀行がいよいよ BIS の基準を守れなくなってきたと。ということでどうしたかと申しますと、5月の30日ですね、韓国産業銀行が突然理事会を開きまして、5000億ウォンを、投資すると出資すると決議するんです。しかし金がないと、これで
KAI、KAI と書きます、韓国航空宇宙株式会社、かっこいい名前ですね、飛行機を作る、ロケットを製造するという目的を掲げておりますけど、飛行機作ったことはありません。ロケットもありません。何やってるかというと、飛行機のノックダウン生産ですね、アメリカから部品をもらってきて、これを組み立てて作ってると、さあロケットも飛ばすんだと言ってるけど、ロシアからか現物借りてきて、それを買ってきて、それを飛ばしたと、したら失敗したというような会社でございます。この会社の株式を産業銀行に現物出資すると、なんだか正体のない出資金なわけです。5000億ウォンだと、それで産業銀行は輸出入銀行から株式をもらうと、輸出入銀行は5000億円ウォンを新たな資本金として入れたと、まあ帳簿上の話ですね。それで基準をクリアしたと言ってるんですけれども、誰が見てもこれはもうごまかしの続きみたいなわけです。この構造がずっと続いてるわけです。どうしたらいいのか、これが今韓国の大問題なわけです。このまま続けられないという意見がまず多いわけです。しかし、ここでまた韓国らしい意見が出てくるんですね。日本の造船業界を見ようと、設備をみんな潰して、縮小したと、それで今小さな造船国になっちゃったと。造船っていうのは浮き沈みが激しいんだと、だから今ちょっとこらえればまた大儲けできると、こういう意見でございます。しかしまたまた反論が出てくると、どうも国際指標を見てると油の値段は上がりそうにないし、造船業界これから当分なんてもんじゃない、ずっと低迷するよと。しかし、造船業界ってのはこれは、人がたくさんいる職場でございます。関連したわけがものすごく多いと、それで、潰せないと、これがだんだん政府の中で、主流になってきております。まず、造船会社に自助努力をさせようと、できるだけ、人を減らしなさいと、資産を売れるものが何でも売っちゃいなさいと、それをすることによって銀行は融資を続けて生き続けさせようと、という方向に動いております。しかしこれはますます銀行が、の本当の中身が悪くなっていくという行為だと思います。果たして、小さな韓国の 国策銀行がどこまで持つのかと、そんな詐欺みたいな手口が国際的に通じるのかどうか、EU と日本は韓国の造船会社に対する支援策は、これはもう民間企業に対する国家補助に当たると言って異議を唱えております。WTO で、来月ぐらいから本格的に始まると思います。どうなるのか、国家のリスクに関わる問題ですけれども、パク・クネさんはこの重要な時期にサミットにも顔を出さず、アフリカ・フランス人12日間の旅に出てると、まだ帰ってきておりません。5日に帰ってくるそうです。大変な国、大変な大統領ということだと思います。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか
川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村幸雄先生、ほかたくさんの言論人、また大学の教授人、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。